はい、こちらお部屋紹介させていただきます。すごおむすびゴンベイさん大行列。さあ皆様こんにちは。よ、皆様こんにちは、キッカーです。本日は2024年9月の11日です。ご覧の通り私は今パリに来ておりまして、今回の Vlog1 週間ですね、パリからお送りいたしますが、今回こちらのカメラを使わせていただきます。はい、インスタ360 GO 3S、 はい、こちらのカメラを使わせていただきます。そして皆様ご存知かとは思うんですけれども、こちらのカメラですね、なんと、はい、こんなに小さくなります。だいたい親指と同じぐらいの大きさということなんですけれども、はい、モニターからですねこう切り離して、撮影することもできるという、アクションカメラとしては大変小さいカメラにて Vlog 撮影させていただきます。なのでぜひ旅行だったりとか日々の Vlog ですね、どんなカメラを使おうかな悩まれている方、そんな方の参考になる動画になれば嬉しいです。はい、ちなみに今回はこのインスタ360 GO 3S、 こちらのカメラと、はい、こちらのインスタ360 ACE PRO、はい、こちらのカメラを使いながらですね、紹介させていただきますので、ぜひどんなもんかというところと、まあ、パリの様子合わせてお楽しみいただければ嬉しいです。ということで、今週も1週間どうぞよろしくお願いします。どうぞ。フォーを頼みました。違う、これと春巻きみたいなの頼みました。チキン、うん、分からん、安い、うん、うまっ。そして見てください、これ、この視点はですね、インスタ360 GO 3S、 このように使いますとこんな画角が楽しめます。これはなかなか面白いね。これを使うことによって手元の絵を撮ることもできるし、これをですね、こうやってやると、ほら、私の目線を撮ることもできます。すごいね、これ面白い。全然重くない。さあ、やってまいりました、どこかの広場です。で、私ですね、今回のミッションとしては、はい、ウェディングのフォトもあるんですけれども、オールプラスデリバーさんというこちらです、この、はい、こちらのアパレルのちょっとした広告撮影をさせていただいているんですけれども、これをですね、まあ、日本から持ってきまして、パリの風景と合わせて撮ろうじゃないかということで、そんな様子もちょっとこのインスタ360 GO 3S を使いながらですね、紹介したいと思いますが、わ、すごい晴れてきた、わあ、いい天気になってまいりました。あ、ちなみに9月パリ寒いです。今日最低気温多分1桁台言ってましたけど、最高気温多分17度ぐらい、最低気温8度とか、そんな感じになっております。皆さんですね、思い思いの服装着てますけど、ダウンとかコートとか着てる方も多く見かけられますね。半袖の方もいますけど、はい、どうしようかな。大変晴れてまいりまして、ちょっとね、今回はじゃあ扉シリーズということで、このカバンを扉で撮れるかな、これかけて、いい光ですね、ここにかけて撮ってみたいと思います。撮れるか。つい3日ぐらい前までやっておりましたパラリンピックオリンピックですけれども、まだその名残が随所に残っておりまして、まだまだ多分なんか交通規制している場所もあるみたいなんですけど、ここも何でしょう、こんな橋あったかな、ここなんか渡っていくみたいですけど、あ、ほら、ここなんだ。さあ、こちらを通って、何があるのでしょうか。でも多分この辺のコンコルド広場とかその辺りだと思うんですけど、多分スケボーとか自転車の競技の会場になってたんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか、当たるでしょうか。わあ、なんかもうつい1週間ぐらい前に宮古で海入ってたのに、もうなんかちょっと紅葉してるんじゃないかぐらいの景色になってますけど、すごいな。こちらです、見つけました、コンコルド広場やってまいりました。あちらですね、激戦が繰り広げられました。あの堀越選手とか優勝しましたね、やっぱ金メダル取られました、大変感動しました。あと銀雄選手ですか、あの子にも私大変感動しましたけれども、すごいね、そんなリアルな場所にやってまいりまして、というかこっち側にですね、なっちゃんが、というかまあ、サスケさんという方がですね、
行ってみたいというカフェがあるということでこっち側にやってきたんですけど、すごいコンコルド広場の感じもとてもすごいでかい、思ってたより大変でかい。これすごい、ここにみんないたんですね、テレビで見てました。じゃあカフェ行こうか。今向かっているカフェがですね、こちらのカフェになるんですけど、どこだ、あ、今んとこ右です、こちらです。こちらのカフェに向かっております。よし、そこでした。夏香先生、はい、おしゃれカフェです。ありがとうございます。フラットホワイト、でもここでしか飲めないってなったのに、ホットチョコ。お疲れ様でした。さあ入ってまいりました。お疲れ様でした。6時前になりましたけれども戻ってまいりました。いろいろとパリ市内久しぶりに歩いてみて、やっぱり都会だなと思いました。今、そうそう、今ですね、私たちが、宿泊させていただいておりますホテルがパリの中心部から言うとちょっと右下にあります、郊外にあります、長期滞在型の宿泊施設になっております。こちらちょっとだけお部屋紹介させていただきます。これ以上から外していく、チャギン、お、外れました。このようにくっつけたりすることもできます。はい、そしてですね、こちらがベッドルームになっておりますし、ここにね、キッチンがなんとついてるんです。冷蔵庫も大きいよね。だから結構暮らすように滞在できるのはありがたいと思います。買ってきていろいろ食べれるからね。で、こちらがですね、はいよ、はい、シャワールームになってます。トイレとシャワールームです。で、ちなみにですが、大変フランスとしては珍しいんですが、水圧がですね、とても良かったです。しかもね、見てね、これね。今までですね、様々、まあ3、4箇所、パリ市内のホテルなど、点々としてきましたけれども、どこも水圧が弱く、お湯の出も悪いホテルが多かったんですが、ここはすごかったです。ここはですね、見てこれ。この水圧です。で、しかもすぐ、めちゃめちゃ熱いお湯がちゃんと出ます。お湯も出るし、調整もちゃんと効くんで、結構これはパリの中でもすごいんじゃないでしょうか。危ない危ない。おお、すごい。あとこれがね、オイルヒーター、熱っオイルヒーターです。熱っオイルヒーター、熱っ。そしてほら見て、このインサ36053S、 この大きさです。この大きさなんで、ここにつけたりとかもできるしね。本当にちっちゃいから、いろいろな場所に入れて撮影することができる。例えばなんですけれども、冷蔵庫はもちろん、こういった引き出しの中もいけちゃいます。さらにこのホテルすごいのがですね、 Wi-Fi 環境が非常に良いです。今まで泊まったパリ市内のホテルはですね、 Wi-Fi が非常に弱くてですね、 YouTube をアップするときも、データを納品するときもですね、近所のネットカフェに行って作業をしていたんですけれども、こちらのホテルはその必要が全くありませんでした。なんで、まあ、仕事でインターネット環境が必要な方はこのホテル大変おすすめです。ということで、2、3日後にパリ市内でのウェディングフォトの撮影の日がありますので、そのあたりですね、インスタ36053S、こちらを活用させていただきながらですね、撮影の様子も紹介したいなというふうに思います。お楽しみに。いやー、これ便利だね、くっつくやつ。このくっつくやつ便利だね、すごいわ、便利です。これはいいね、これはいいと思います。はい、なんとこちらですね、 4K 映像ハンズフリーで撮れちゃいます。大変軽いので、つけているのも忘れるぐらいの軽さと大きさになってます。ちなみにこちら簡単にこうやって外すことができまして、ちょっと大きさ比較なんですけれども、はい、こちらの大きさになっております。 S Pro も小さくてすごいなと思ってたんですけど、インスタ36053S、まさかのこの大きさになってしまいました。
こちらで 4K が撮れちゃいます。非常に音もクリアで、もうとにかく小さくて使いやすい。もうこれを多分撮っててもですね、誰にも気づかれない、どっかにこうくっつけててもですね全くわからないんじゃないかというレベルで撮ることができるんで、本当にこれおすすめです。あ、ちなみにあっち側にですねオリンピック会場、今絶賛片付け中です。いやすごいな。どうでしょう、見てください、絶賛片付け中です。あそこの橋も通行止め中なんで写真撮り放題ですね。すごい、これはすごい。あれ、夏香先生はどこ行ったでしょうか。あ、我らがヒーローもおります。無視されております。あれ、どこだ、夏香、あ、いた、夏香先生いました。こんにちは、こんにちは、こんにちは。お店の人だった。アンプルテルスプラス。Ah, take my order here. Ah, for here. Okay, welcome. Come. Merci. Oh, merci. Okay for you. Merci beaucoup. いただきます。どうもです。なんか面白い新しい気持ちで。いただきます。うん。美味しい。ちょっと動かよかな。Merci. Merci beaucoup. Bon appétit. C'est bon.すごいな。メシボク、バイ、ハブナイスデイ。着きました。着きました。さあ、撮影。着きました。ちょっとでも行きたいところには多分車が入れなくて、はい、はい、なんでちょっと歩きたいと思います。はい、あ、撮影してる。撮影。はいYouTube の、はい、YouTube の撮影始まりました。お、いいじゃないですか。アシスタント、むつか先生。すごいです。美味しいデザートお願いします。ご褒美は美味しいデザートです。いい光があれば撮りたいんですけど。すごいな。とかもかっこいいけど。撮るか。やっぱ撮ろう。はい。この景色にはもう出会えないかもしれないから。じゃあ手伝います。でも意外と全然耐えれる感じでした。確かに、はい、うん、風がね、あれば昨日より寒くないかも。ああ、そうだね、うん、かわいい。 ありがとうございます。かっこよくでいいんで、なんか要はこういう感じで佇んでる、まあ、日差しめっちゃいい感じに入ってきた。そうで、ここもちょいこの辺まで来ます。あ、いいね、いいね。スンとしながら目線いろいろ。あ、そう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 、すごいわ。じゃあ、ね、突然始まりました、ウェディングフォト。良かったですね、はい、最高の天気を持ってきてくれて、いやいやいや、ありがとうございます。2人のおかげで、いや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 。で、多分あの橋に行きます、はい、すごいわ。背中合わせになってみて、はい、シルエットになるんで横顔だけ欲しい感じです。なるほど。で、すごっ。さあ、パリいかがでしたか。撮影はいかがでしたか。もう最高でした。出来上がりが楽しみです。出来上がり楽しみです。はい、いや、ありがとうございます。めちゃめちゃいい写真。いやいや、もう2人のポージングがね、素晴らしかったです。最初はね、どうなるの、ちょっとね、ぎこちなかったけどね。もう、徐々に、はい、慣れてくるにつれて、最高でした。いや、よかったらしい。残りのでも旅行も楽しんでください。はい、ありがとうございます。もうパリは。今日で、ね、最後ですが、はい、次のバルセロナも楽しんで、はい、イタリアも楽しんで、はい、うわー、最高。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい慣れてる。おはようございます。今日はパリ6日目になりました。大変快晴の
パリになりました。あったかい。今日はほぼほぼ最終日ということで、パリ市内、パリ中心地の方をちょっと巡ってみたいと思います。その様子ぜひ今日もお楽しみください。では本日も GO3S にて Vlog お送りします。お楽しみください。では参ります。フランスにはうんちが落ちています。これはフランス名物ですね。フランス名物、道端のうんち。チケットのアプリすごい便利だ、ね、チケットのアプリ、あーそうだね。バスも電車も、多分パリに来たことがある方はご存知だと思うんですけど、電車、地下鉄もバスも 2.15 ユーロだったかな、 2.5 ユーロだったかな。まあとにかく共通した切符っていうものを使って乗るんですけど、今アプリでね、うん、それが買えて、まあ、携帯でピッてお財布携帯のように使えるんで、なくなったら、そう、ほぼ今回ほぼ現金使ってない。いや、現金使ってないよね。今回は現金使わずでしたね。どっちだろう、あっちからかな。じゃあいつもと同じ方向から行く、うん、そうしよう。いますか。あったかい。今日も、今日はあったかいね。雲がない、すごい。よし、着いた。晴天です。パリは晴天です。どこだっけ、パリ中心街近くの道にやってきました。ちょっと小腹が空いたのでご飯です。最近ホテルの近くのタイ料理屋さんが大変美味しいんで、ずっとタイ料理食べてたんですけど、ここじゃないけど、やっぱパリもタイ料理美味しいね。タイ料理、ベトナム料理は大変美味しいです。こっちもね、すごい賑わってる。やっぱ日曜日すごいわ。どれ、決まった、決まりました。新しめなお店、ホットドッグのお店。ポンジュー。チーズ。アンチーズ。アンアンアボカド。シルブプレ。あ、ノーメッセージ。Thank you。いただきます。ホットドッグ。アボカドとチーズです。いただきます。やっぱテラタチマフィル。うん、やっぱパンがうまい、パンがうまい、パンがうまい、うまい。この大きさなんでテーブルに置いてても全く気にならない。すごい、すごい。わあ、いい天気だ。おいー、さて、やってきました。今日は9月の16日です、図書館に行きます。やってるかな。さあ、パリらしい場所にやってきました。図書館見に行ってみる、うん、やってないかな。2時から。その情報を見に行ってみる。ここのビビリオクエナショナル図書館に行きます。すごい、日本レストラン街なんでしょうか、日本食レストラン街なんでしょうか。大変にぎわっております。日本食の人気がすごいね、計り知れないですね。ラーメン一杯いくらするんだろうね。一杯いくらするんだ。12、冷やし中華12ユーロです。すごい。わあ、でもなんかちょっと日本の定食屋さんっぽいよ、内装面白。まさかこんなところでそんな風景に出会うとは。で、お、すごい、どさんこラーメンまであります。じゃあこの辺にあれじゃない、おしゃれに見える。おー、賑やかです。こっちです。図書館はこっちです。面白いね。面白いわ、非常に面白い。でもやっぱ食なのかな。わ、かわいいお花屋さんもあります。ベトナム料理かな、これ。いいね。花屋、ブーケ買えばいい。ラバビアン。お、主に日本食、お寿司ですよ。でも美味しそうだよ、お寿司。サーモンばっかり。落としてる。すごいよ、おむすび。お、来たっけ？来てないね。前回、おむすびゴンベイさん大行列。いけるよ。チキン南蛮タルタル絶対いけるよ。大人気でしょう、お弁当で売っても。で、
てるでしょうか。大変素敵な建物に囲まれてやってまいりました国立図書館です。やってるかな、これは昼休みだからか。こっから入りますよってことだよね。じゃあ、わあ、かわいい。ビビアンだってよ。ギャラリービビアン。すげえな。あの壁の感じまでかわいいもん。ペンキ剥がれてるだけなのに。なんか、いいね。ギャラリービビアンということで、国立図書館は月曜日お休みでしたので、代わりに目の前にあるこちらの素敵な建物をご紹介します。いやー、かわいいタイル。なんかドイツとの何か、あるみたいな建物らしいんですけど、かわいいです。あ、なんかさ、ここ一回来てないかな。あれ、ここでサスケさんたちとご飯食べたのこの辺じゃない。おお、すごいいいインテリアがあります。素敵なインテリアがあります。かわいいじゃん。どうかな。ヒストリーでパリス。パッセージなんとか。行ってみる。おお。かわいい。いい通りですね。屋台だって。屋台だって。読める文字があると嬉しくなるやつ。あ、見て。サンもいるよ。サンがいます。サンが、しかも刺繍です、サン。あれ、なんか。これは小玉みたいなやつがいます。小玉のちっちゃいやつがいます。アイスだよ。アイス食べたいな。アイス食べたい。何が画材。本当だ。絵描きになりたいですね。絵描きになりたいです。あれ違うのか。美味しいね。どこで食べてもパンがうまい。カレーだって。うわ、美味しそう。いいなぁ、食の選択肢がいっぱいあっていいね。いいわ、さすがフランスだよね。いろんな人がいるだけあるよね。私が20年前ぐらいでしょうか、初めてパリに来た時にも確かあった気がする。このブックオフなかったかな、とうとうなかったかな。いいよ、ほら、ブックオフパリス2ユーロ、はい、全部日本語。いっぱいある。いっぱいあります。フランス語も日本語もいっぱいあります。すごい。なんと2階は日本のおもちゃ祭り。カードがいっぱい。わあ、わあ、ミニ四駆もある。掘り出し物もいっぱいありそうな。いっぱいありそう。持って帰るの重いか。吉川先生、大ニュースあります。これ違わない。ありましたよ。こっちにありました、トリュフリゾット。これです。私たちが探していたのはこれです。ラファイエットリゾットです。冷蔵かな。わあ、めちゃめちゃ美味しいんです。これが、これ前、しかもなんかクリスマスシーズンだったからかな、1個買うと1個ついてくるみたいなことやってまして、はい、で2個ゲットしたことがあったんですけど。わあ、迷うねこれね。できるかな。わあ、最後の晩餐できるじゃん、あれで。フランス最後の晩餐、トリュフリゾットで締めれるかもしれない。どう頑張ってもこの画面の前に、カメラの前に立つと敬語になっちゃう。夏香先生からのリクエストによりカジュアルにちょっと話してみたらいいんじゃないかと。何喋ればいいんだろう。あ、お疲れ様でした。パリおよそ1週間滞在させていただいた Vlog も、まあ、終わりが近づきましたんで、ちょっとだけ総括をしてみたいと思います。まあ、今回大きくですね、まあ、パリに1週間滞在しての感じたことと、まあ、それからですね、
せっかくのまあタイアップなので、インスタ36053S のことについてちょっとだけお話ししたいと思います。まず、そうだね、今回この撮らせていただいた、ずっと使わせていただいていたインスタ36053S、こちらのカメラなんですけど、本当にこのサイズ感、小さくてですね、胸にこうつけてると、全く多分こう撮っているのがわかんない。誰もここで動画を撮られているなんてわかんないんだろうなと、こうデパートの中とか歩き回りながらも、様々なシチュエーション、雰囲気っていうものを記録できました。ちなみに僕はこの設定なんですけど、割と普段の Vlog に近いちょっと手ぶれをするような設定にしてます。なんでもっと手ぶれしないような設定もできるんで、手ぶれが苦手な方、手ぶれをさせたくない方は、本当にこう、手ぶれしないような、手ぶれ補正強みたいな状態にすれば、もっと手ぶれしないで、動画をまあ記録して、こう Vlog だったり、ここにも旅の記録っていうものをこう撮ることができるんじゃないかと思います。それからこの Go3S っていうのは、このちっちゃい部分ね、この、ここの部分、この本体の部分というか、この、部分ではなくて、こっちのちっちゃい方が本体になるんで、こっちの本体の方にもうそのまま映像が記録されていきます。映像とかまあ写真、データが記録されていきます。なんで基本的には、そのデータを抜くには、携帯のアプリで抜くみたいなんですね。まあ抜くんです。そう。このインスタ360のアプリがあるんで、こちらと接続して、まあこの中に、スマホの中にデータを落とすっていうようなのが、標準になってるんですけど、別売りのこのインスタ36053S 用のカードリーダーを使うと、まあ、スマホだったりとかパソコンだったりこう直接挿して、そこからデータをそれぞれのデバイスに移すっていうこともできるんで、僕の場合はパソコンで編集をするんで、そのカードリーダーを使わせていただくとすごく便利にデータを移すことができました。ちなみに、そのスマホのアプリにデータを落とせば、スマホのアプリ内で勝手に30秒とか1分とか設定して、Vlog というか短いショート動画を勝手に作ってくれるんで、それもすごく便利な機能だなというふうに思います。あとずっと僕は Vlog なんでデータ横で撮ってたけど、これ勝手に縦とかにもできるんで、おそらくニーズはそっちなんだろうなと思う、その縦動画っていう方もすごく簡単に、しかもこんなにちっちゃいサイズで簡単に記録することができます。なんでぜひ、まあ、インスタ36053S です。店頭などにも置いていると思うんで、気になる方、ぜひ触ってみて、試してみてください。Vlog 撮影には本当におすすめです。はい。あと、今年、本当に、まあ、ご縁いただいて、タイミングいただいて、今年2回目、こうしてパリに来ることができて、なんか感じたことは、そうだな、1週間滞在する中で、このフランス、まあ、パリっていう場所、中心地に近い場所で、まあ、住むにはどうしたらいいかなとか、まあ、住んでどうやって生活しようかなとか、生活したらどんな感じになるのかなとか、どの辺だったら住めそうかなとか、こうエリアごとに本当に表情が違うんで、なんかそういったところをこう見ながら割と、まあ、旅行に来ているっていうよりも、まあ、住む場所だったり、次にこうやりたいなって思えることを探しに来るような時間になったと思います。特に、まあ今、宮古という場所に住ませていただいているけど、そこでしかできないこともあるし、そこだから感じられることとか、ものすごく豊かな気持ちになれることだったりとか、本当にその場所その場所によって様々こう得られるものが違うと思うんですけど、またここはここで、きっとなんかそういった素敵な刺激というかなんか感覚的なものがきっとあるんだろうなっていうふうに思ったし、まあ何よりねやっぱご飯が美味しい、そしてパンも美味しい、何でもやっぱあそう後ほど食べたいと思いますが、こちらのトリュフのリゾットも買いましたんで、これも14ユーロだから2000円ぐらい ?2000 円しないぐらいかな。まあ、金額のこと言っちゃうとあれだけど。まあ、とにかく美味しいものがたくさんあるということで、なんでしょうね。まあ、食っていうのは多分生きる上での楽しみの一つでもあると思うんで、その食を楽しめるっていうのはとても大事かなっていうふうに思います。もちろんその場所その場所によって美味しいものは異なるんで、台湾に行けば台湾の美味しいもの、フランスに来たらフランスの美味しいもの、日本にいたら日本の美味しいもの、お蕎麦とか
まあ、そこでしか食べれないものっていうものをなるべく豊かに取れたらいいなっていうふうに、取れたらいいね。あと全然関係ないんだけど、ちょっと話が全然関係なくなるんですけど、以前、だいぶ前、2ヶ月ぐらい前かな、インスタのストーリーで、夏花先生の夢は何でしょうみたいな質問をしたことがあったんですけど、覚えている方いらっしゃいますでしょうか。で、その中で多分3択か4択かしてたんだけど、何だったっけな。なんかパン作りと、パン作りをしたい、オリンピックを見たい、ラクダに乗りたい、あとなんかもう一個くらいあったような気がするんだけど、まあ、特にその中で皆さん選んでいただいたのが多かったのが、何人ぐらいかな、100人ぐらいの方が多分こう選択肢から選んでいただいてたんですけど、その中で一番多かったのが確かパン作りだったと思う。パン教室に通いたいだった、でその次が多分オリンピックを見たいだったのかな、確か。多分そのあたりの Vlog でそういう話したからだと思うんだけど。で、答えから言うと、何ですか？全部。え？まさかの本当に、うん、あ、全部だそうです。全部夢だよ。全部、夏花先生のやりたいことだったんだね。うん、だって、だそうです。なので皆さん正解です。おめでとうございます。あ、じゃあ次、オリンピック見るとしたら LA 行かなきゃいけないんだ。うん、ロサンゼルスオリンピック4年後、行かなきゃいけないと。次の夢はロサンゼルスでイーアンダットバーガー食べたい。だそうです。いいよね。まあ、そうね。夢って大事だよね。やりたいと思えることがあるって幸せだよね。そう思うわ。でもあの時自分の答えはラクダに乗りたいだったんだけどね、うん、で、それが本当は今回は結果的に今回はエールフランスで成田からの直行便で往復になったんだけど、その時撮ってたのがエティハド航空でアブダビ乗り換えのパリだったのね。で、アブダビでしかも2日間トランジットができて、ホテルがこうなんかサービスでついてきますみたいな、なんかそんなプランがあって、でアブダビでそのホテルステイしてる間に砂漠でラクダに乗れるみたいな、そんなツアーがあって、それを本当はやる予定で、そのクイズを思いついてやってみたと。けど結果的になっちゃんはエティハド航空よりエールフランスに乗りたいっていう話になって、エールフランスになりました。なんで、まあ、ラクダはまたの機会になった上、ロサンゼルスでハンバーガーを食べたいと、新たな夢ができたと、ここに来て、そんなパリ滞在になりました。なんで、いずれもしかしたらパリに滞在しながら、なっちゃんは焼き菓子教室に通う日が来るかもしれないし、今度はロサンゼルスに行ってオリンピックを見る時が来るかもしれないし、そこでハンバーガーを食べれるかもしれないし、なんだっけ、あのこういうやつでしょ、矢印の私は黄色のマクドナルドじゃないやつでしょ、うん、し、まあ、どこかで何かの機械でラクダに乗れるかもしれない。ラクダぐらいだったらさ、鳥取砂丘行けば乗れんじゃない？そういうことじゃないよ、モロッコとかに行きたいでしょ、うん、そうだね、モロッコとかマジで遠いよな。でもなんか今回パリにいながらちょっと感じ、パリのこう街中歩いていろんな、まあ、旅行者ツーリストがいる中でふと思ったのは、まあ、せっかく拠点が日本なんだから、やっぱ日本の近くをたくさん回った方がいいんじゃないかなってちょっと思った。なんか分かんないけど、例えばそのバリとかさ、台湾とかってさ、こっから行くとめっちゃ遠いじゃん、うん、でも日本からの方が近いからさ、なんかまあ拠点が向こうにいるうちは近いところいろいろ行けた方が、なんかそれはそれでいいのかなって。だってこっちに行ったらこっちの周りを回る。そう。だからフランス、パリにもし拠点ができたら、それこそモロッコとかイスラエルとか、イタリアとかイギリスとか行きやすいわけじゃん。なんか無理してこっちに来るよりも、無理してっていうか、
せっかくだからそっちのメリットを最大限活かした方が、なんかいろいろいいんじゃないかなって、ふと思いました。っていうパリ滞在でしたね。はい。我々は、んでもってこれから、ご飯を食べ、明日はお昼ぐらい、12時ぐらいの飛行機の便で、成田に行きます。で、成田に着いたら、ジェットスターで沖縄まで飛び、沖縄から JAL で宮古に飛ぶと。丸1日半、まあ、丸2日丸1日半かけて宮古島に移動したいと思います。もうこれは締めでいっか、じゃあ。明日し空港で締めようって思ってたけど、もうこれ締めでいいのかな。明日空港で締めればいいか、もう一回。あ、今更ですけど、ご覧の通りホテル移動してきまして、空港、シャルル・ド・ゴール空港すぐ近くの、コートヤード・バイ・マリオットに、まあ、マリオットのポイントを使って宿泊してます。明日、まあ、パリ市内から移動してくるのには若干の不安もあったんで、まあ、空港の近くでゆっくり過ごして明日の移動に備えたいと思います。やっぱなんかフランス今回、まあ、たまたま偶然やっぱりオリンピックの時期が重なっちゃったんで、なんだろう、移動が読めないっていうのがすごくあって、なんかその辺は安全牌、まあ明日は特に安全牌というところでこの手段を取りました。来た時もちょっと遅い時間だったんで、同じこのホテルに泊まって、次の日の朝パリ市内のホテル宿泊場所の方まで移動したような感じです。まあね、でも慣れてればもっといろいろ手段あったんだなっていうのはやっぱり感じるところなんで、いろいろ今回、まあ、経験したことを反省しつつ次に行かせたらいいなと。そういえば今回撮影させていただいた二人もフランスからイタリアじゃないバルセロナに行き、イタリアを転々としてっていう旅行の計画をしているみたいで、で前に宮古で撮影させていただいた方も同じタイミング、今日かな、今日か明日ぐらいからフランス、確かフランス入りかな、ヨーロッパ入りして、フランスとイタリアか、まあ、スペインとかそのあたりをこうくる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 回るっていう風な話をしてました。なんでやっぱ最近多いのかね、一箇所っていうよりもヨーロッパまで来たら何箇所かこう回って楽しむ、ヨーロッパを楽しむっていうような方がね、結構ヨーロッパ圏内だと移動飛行機1万円ぐらいとかで、本当に1万円以内とかで早ければ安く取れると思うんで、まあ、長く休みが取れる方なんかはいいよね、その手段。いろんな場所のいろんな風景を、今までこう画面越しとか本でしか見たことなかった世界を自分が行ってやっぱり体験できるっていうのはすごくすごく素晴らしいことだと思うんで、それでそこで美味しいものを食べ、そこで出会う方たちとこう笑顔を交わし、楽しい時間を過ごし、お腹いっぱい心も満たされるっていうのはまたなんか新しいこういろんなものがつながってくるような気がするんで、そういった経験っていうのはすごく豊かだなっていうふうに思います。そういった経験をこれからも重ねていけたらいいんですが、ね、そんなとこですか。もうだいぶ喋ったか。ラジオ張りに喋ったんじゃない。いやー、お腹空いてきたけどまだ6時なんだよな。今食べたら絶対お腹空くよね。うん、あ、これ食べよう。これ食べていい？バターバトル。おしゃれだね。かわいい。さつまいもフィナンシェ。いただきます。うん。濃厚。な、ちょい芋の風味する。ホテルの方も気を利かせてくれたのか知らんけど。ホテル番号309です。いい番号ですね。うん、おいしいよ。こっちは普通のバターフィナンシェです。うん、あと最近の
為替事情で円安だ円安だ物価が高くなった、様々な場所で聞きますが、なんだろう、フランスだと本当パンが安いんで、パンとチーズとバターとワインと水が安いんで、なんだろう、まあ安いものを求めてるわけじゃないけど、まあ安いものを探そうと思えばいくらでも安くて美味しいものはたくさんあるなと思うし、ね、気にしないで本当に美味しいものを食べようと思えば美味しいものもたくさんあるし、なんだろう、なんかもともと大きさも大きいから、まあ日本でこの大きさで買ったら、まあ確かに1200円ぐらいするよね、みたいなものはたくさんあるから、なんか本当に食べたいものを食べて、は美味しいねって言える方がいいなぁと思うけど、まあ高いものは高いね。高いものは高い。ウカウカ買ってたら平気で1万超えるし、まあ昼とかも40ユーロとかだと5000円ぐらいはいってる？もっとか。6000円ぐらいか。あ、そう考えるとアメリカと変わんないのか。あれ？なっちゃんこれ、開かないクッキー。え？開く？開く？開いた。うん。すごい、蜂蜜これ。バター？うん。すごい、美味しい。ひなっちゃんおすすめ。うん。クッキー。うん。どこ？コンビニとかスーパーとかどこでも買える。なっちゃんおすすめクッキー、焼き菓子の申し子、夏香先生おすすめクッキーです。おいしい、おいしい。以上かな。以上では、また明日空港でお会いしましょう。お疲れ様です。うん、おいしい。ということで、お疲れ様でした。今回の Vlog いかがでしたでしょうか。今回はこちらのインサ3603とのタイアップ GO3S でほぼほぼ全編お送りいたしましたけれども、映像の方いかがでしたでしょうか。この小ささで 4K 映像が撮れるということで、とても綺麗な映像、綺麗な音でお送りできたのではないでしょうか。でまた次回ですね、もう今日この便に乗って宮古の方に移動するので、台風14号真っ只中の沖縄宮古島の方に、移動していきたいと思います。なので次回の Vlog はまた宮古よりお送りできるかと思いますので、ぜひ次回もお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。メルシーオーバーボンジョールネ。